あ、最悪や。マジでこれ。痛すぎる、痛すぎる、目が。うん、うめえ。やばい、自分が怖くなってくる、これやばいよ。ワンちゃんご飯がもうしばかれてましたね。すごいことになってた。どこか遠くへ。なにこれ、鹿なんだ、足なんだ。最高になりますね。今日のキャンプ地はここになります。気持ちがいいキャンプになりそうです。天気も最高、風は案外吹いてるな。でも雲がめちゃくちゃ早いですね。怖いけど面白いかも。もう一回やってみよう。ボブスレー預け失敗です。もう一回だけボブスレー預けいきます。面白い。何やかんや言うて面白いですね。私の体重じゃなくて、お子さんの体重とかだったらね、ちょうどいい加速だと思いますよ。はあ、楽しめた。はい、今日の方はね、ビアーズロックさんのこのタープの方を広げていきますね。タープと深爪にしますね。深爪テントも広げていきますよ。ああ。
ソリめちゃくちゃ楽しかったですよ。よかった、あんな楽しいんや。もうこの季節だったらタープもいけるでしょう。うん、ていうかもう3月ぐらいの勢いの雪の量ですね。びっくりやわ。ただね、今日は風があるのが辛いかもな。寒そう。風があるとね、寒くなりますからね。体感温度が一気に下がります。うわ、スコップなかったっけ。まだか、これもうこれぐらいで。うわ、硬っ。買った。いい場がある。あ、最悪や。やっちまったこれ。大丈夫かこれ。あ、よかった抜けるか。うわ、最悪やだ。割れちゃいました。バカ力が。こんなもんじゃ。こちらの方が今日使う深爪のね、フライシートになりますね。深爪と一緒にね、買ってたんですけど、一回も使ったことなかったんですけど、今日初めて使ってみますね。マジでこれしなってくれ。あ、こうし、こうやってしならせるんか。よしよし。あー、これこれギリギリや。この穴が、穴がギリギリすぎる。もうちょっと余裕あってもいいのに、こういうの。あ、入った入った。よかった。よっしゃ。あ、楽ちん。これをね、このインナーテントの方にもね、黒のマークがついてるんですよね。色塗りされてます。このこいつに引っ掛けるだけ。よし、どれ。よっしゃ。あ、暑くてかけられん。ちょっと待って、どうやってかけるの。タープの方立てて、荷物の方も用意できましたね。もうおやつの時間、ちょっとね、小腹が空いたんで、おやつの方、こちらホームラン県、長野県限定のね、ホームラン県さんっていうのかな、味噌ラーメンになります。信州味噌仕立てになりますね。さあ作ってみましょう。あー腹減った。もう疲れましたね。やっぱり、ね、毎回毎回同じこと言ってるけど、焼き焼けは辛い。あ、でもね、ソリは楽しめたな。やっぱソリは童心に帰るっていうかね、楽しいですね。よっしゃ。あ、
蓋して味噌を乗せて、この4本のうちにね、なんか湯気が立たなくなってる大丈夫かな、不安やわこれ。湯気が出てねえぞ、なんかなんで、あー出てる、ここまで来たら出てるね。あー味噌のいい香り、腹減った。このコーンも美味しそう。いただきますね。いただいてきます。うん、めっちゃうま。こりゃうまいわ。あー、お味噌の味が染みますね。最高。野沢菜もね入ってるらしいですよ。信州特製野沢菜を入れましたって書いてますね。重たかった。耳つけたら耳。今日の守り神できましたね。これで変な動物は寄ってこないでしょう。ちょっと怖いもんちょっと怖かったな、なんか。お皿割れた。もうね、日が沈みました。日が沈んだと同時にね、風がめちゃくちゃ冷たくなりましたね。もうこれこそね、肌を切りそうなぐらいの勢いの冷たさです。寒い。さあ、今日の方はもうご飯作っていくんで、火の方をつけていきたいと思いますね。今日は火をつけるのはこちら。このね、薪にね、このこびりついてた皮ですね。木の皮を使って火の方をつけていきたいと思います。つくかどうかはね、ちょっとねわからないですけど、やってみたいと思いますね。さあ、このね木の皮を使って、こんなんで火つくかな。これなるべく繊維質をね出した方が本当はいいでしょうね。これあとはこれ強くもんでぐちゃぐちゃにして、よっしゃ、これで火つくでしょう、きっと鰹節に。あー、いやー、いきそう。あー、消えた。あ、ついた。すごいがね、
すごいすごい、すごくないです、江戸みたい江戸知ってますスカバ、何やったか、ディスカバリーチャンネルやったかな、ディスカバリーチャンネルの江戸さん、俺よく見てるのにあれすごいのあの人、ああいう人すごいわほんまに。あー大丈夫かな、火がつくまでまた切ってないっていうね、私ちょっと待ちよ、これ刻もう、今かよってやつやね、よっしゃ早く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 、チャララララ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 ララララチャ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 ララララチャララララチャララ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 チャララララ、よっしゃこいつです、こいつがねめちゃくちゃいいのよこれ、オガビンチョウタン、オガビンチョウタンをね入れとくとね、火がちっちゃくなってもまた火を起こせますからね、すぐにまたくべれば、どこか遠くへ行きたい、あ、やばい野菜切ってねえぞ、早く切って料理の用意しな、料理の用意してねえ、何してんだ、もう晩御飯の方作っていきたいと思いますね。今日の方はね、あずきデラックス海鮮焼きそばになりますこれ美味しいかどうかわからないですけどね、想像で焼肉のタレ入れたりソース使ったりオイスターソース入れてみたりしてね、味調整してね作っていきたいと思います。まずはこれわかめわかめ使ってみたいと思いますね。わかめ焼くのなんて初めて、ていうか凍ってるわ、もうわかめ凍ってる、わかめの食感がね、焼いてもわかめって食感美味しいのかな、わからないのでやってみたいと思います。もうね、いろいろ海鮮ですからね、海鮮と言いながらね牛ホルモンも入れちゃいますけどね、やっぱね油があるとまた違いますからね。よっしゃ、あーめちゃくちゃ手がやばい、ま、あ、わかめ美味しい、わあ、しそのようにめちゃくちゃ響く。もうね、こちらマッコリの方は温めながらね、飲みながら料理してます。玉ねぎねぎねぎ玉ねぎに玉ねぎねぎねぎ玉ねぎに。そういえばね、皆さんはファミリーコンピューター世代ですか？私はめちゃくちゃファミリーコンピューター世代ですね。ファミリーコンピューターあるある皆さんの聞きたいですね。私の中では絶対に皆さんファミコンをやってたら、スーパーマリオをやってたら100アップを絶対やってたはず。100アップしてない人絶対いないと思うよね、あれ。100アップはかなりやった、やり込んだな、あれ。あー、飛んでく飛んでく、色はな、あれね。それとドラゴンクエストの復活の呪文、絶対間違えたやついるはず絶対間違うのよ、もう言ったらさ、今までの努力が昨日の努力が水の泡ですからね。あれ辛くなかったですか？あれめちゃくちゃ辛かった。俺はあれって復活の呪文やったかな、セーブのね呪文っていうかね、文字なんですよね、あれ。あの文字をね、一文字間違え、ぬと目とかね、そういうの間違っちゃうんですよ。これぬを目と間違ったんじゃねえかなとかね、いろいろやりましたね。
あれほどショックなもんなかった。そう、ショックなもんといえばさ、あの、なんちゅうです、セーブです。ドラクエ3ぐらいからセーブができるようになったのかな、3かな、セーブができるようになったんですけど、でるるるるるるるでんでんでね、これがね、データを消し、消え、データが消えちゃうんですよね。なんでって、差し込み方によってね、あれデータが消えちゃうんですけど、あんな恐ろしいことはない。まず自分のが消えるだけならいいんですけどね、兄弟の、特に私のね、お兄ちゃんのね、兄貴のデータなんか消した日にはもうしばかれてましたねすごいことになってた。あれも楽しかったな。あと何あるかな。そうそう、そういうね、ファミリーコンピューター世代の人にね、あるある聞きたいですね。あるある、いろいろあると思うんですよね。スーパーマリオの裏面とかね、スパルタン X、 スパルタン X のボスやったかな、ひたすら下段蹴りしてたら勝てるってやつああいうのも面白かったわ。全然普通に、でもね、スパルタン X もね、かなりやったな。あれ面白いですよね、スパルタン X、 意外と面白いのよ。あれもワイルドガンマンって言ってね、ピストルがね、実物大のピストルがあって、それを画面に向かって撃つっていうのも画期的でしたよね。いろんな楽しいゲームあったわ、あの頃。そういうね、楽しかったゲームとか裏技とかね、この裏技やります、グラディウスのあの最初からなんか最強装備みたいなもん、ゼビウスの無敵とかさ、いろいろありました。よかったら、ね、皆さんに、ね、コメントの方にね、書き込みお願いしますね。私ゲーム好きですからね。今はね、もうゲーム全然できる時間がなくなっちゃったんで、ほんと貧乏暇なしやわ、ほんま辛いわ。そういうね、時間も欲しいですよね。いろんな時間が欲しい。映画見たりね、いろんなことしたい。もうおっさんになるとね、ほんと時間がなかなかね、早いのよ。本当に一日一日の時間が、はあ、よし、このね、ビッグニンニク切っていきますよ。このニンニク香りがめちゃくちゃ強いですね、美味しいですよ。私は、うわ、せっかくのマッコリが、あー、もったいない、もったいないよ。さあ行きますよ。はい、弾いてるわ、もう鉄板が。うわ、危ない、危ない、危ない、うわすごい油がね、もう鉄板がまっすぐじゃないっていうのは痛いっすね、これ。鉄板まっすぐなやつとか売ってないんかな、これ。熱を加えるとね、歪むんすよね、鉄板って。どうしても、よっしゃ、うまそう。ヘリで作る、ヘリに油が見て、うわ、ニンニクのいい香り、ニンニクのいい香りしてます。ニンニクのすごい香りです。ステーキ焼きたいこんなん見たらモツいっとこう、イカもいっとこう、うまそう。めちゃくちゃ美味しそうなんですけど、今日に限ってすげえ煙が半端ない。うまそう。この食材がすべて焼きそばに入ると思ったらたまらん。
もうこのまま食べたい。この油、ラードですね。ラードがまた美味しくしてくれますからね。そしてイカですよね。イカの内臓はね、もうこう美味ですから、ほんと美味しいのです。わー、焦げてる焦げてる。ちょっと揚げちゃいますね。ニンニクちょっと抽出。はい、玉ねぎさん。焼いていきますよ。玉ねぎ2玉でもなんか少なく感じるな。よっしゃ。あかんあかん、これ火がわしの方に来る。消化消化。わかった、わかった。なんでこんなこと、消化とかやってるから、や、水入れてるから煙がすごいんや。うわ、見られへん。水中メガネ、水中メガネいきますよ。イカの内臓をね、出していくために切っていきますね。イカちゃん、このね、イカの内臓です。これの旨味ったらありゃしないから、本当に。よし、これでミックスしていきますよ。ここにこのアサリを入れていきますね。アサリ丼。アサリ、これかなり食べちゃいました。ちなみに食べちゃってるのよ。そしてここに麺の方を入れていきますよ。麺はね、ちょっと焼いた方がいいですからね。ちょっと焦げるぐらいが美味しいです。麺だけは焦がしましょう。ちゃんと表面も焦がすとね、もっちりになるんですよ、麺って。もっちり麺に早変わりです。真ん中で焼いていきます。目が痛い、目が痛いっていうか、目が痛すぎる。今日はやばい、あ、痛すぎる、痛すぎる、目が。あれ、これ今日に限ってすげえ煙が、うわっ、いや、ああ、今日これ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 、焼きそばの麺がね、これ見てください。これ焦げついてるの、パキパキになるのよ。これ、これぐらいまで焼いてください。カリカリになるまでね。よっしゃ、ああ、へばりついてる、これぐらい。よっしゃ、次は牡蠣の汁ごといっちゃいますよ。牡蠣を汁ごと。そしてキャベツです。ちょっとこれ多すぎたかな。これ混ぜれるっていうか、混ぜれるっていうか、その前にあれやわ、ちょっと目がやばい。わしのおっさんの目がやばい。っていうか混ぜられへん、こんな至難の技や。至難の技かと。よしよしよし、ニンニク戻しますよ。ニンニクも戻しましょう。もうね、これだけでもうキャベツのね、水分で蒸れますから大丈夫です。よく焼きして蒸らします。よっしゃ、うまそうにできてきましたね。もうほぼほぼ完成ですからね。あと味付けです。このキャベツはね、ちょっと、もう鼻水と涙、もうやばい。まずはこちら、牡蠣風味のオイスターソースになりますね。オイスターソースかけていきます、ちょびっと。で、我が家は焼肉屋さんがね、ちょうどあったんで、こいつも持ってきました。こいつをちょっと少々かけます。そしてこちら、お好みソース。これおたふくソースに似た味のやつですね。おたふくソースのパチモンみたいだな。そしてこれ、ケイちゃんの味噌どんだけ入れるんやっていう感じですけど、これ意外と多いですからね。
よし。そして最後の隠し味にねコチュジャンも入れていきます。よっしゃよし、オッケー、よし、よし、混ぜていこう。混ぜるのが大変よこれ。もっとでっぱでかかったらね混ぜやすいんですけど、ちょっと鉄板がちっちゃいからねこれ。ちゃんと混ざるかどうかっていうのが不安ですね。ソースがガビガビになるまでね熱入れていきますよ。これガビガビがまたうまいのよこれ。よし、これ最後にねもうわかめちゃん入れちゃいますね。パンチラわかめちゃん入れちゃいますよ。このねこのわかめはお刺身わかめなんで、もう火はほとんど通しません。食感ですね、食感が美味しいと思うんで、またできた、いい感じや。なんじゃこりゃ。さあ今日の方はねこちらレモンサワーにしていきますね。めちゃくちゃ焼きそばと合いそうですからね。よっしゃよし、完成しましたよ。めちゃくちゃ嬉しい。ちょっとね不気味な雪だるまがありますが、いただいてきますね。それではいただきます。いただきます。あー、どんな味になってんやろこれ。自分の中でもね想像がつかないぐらいのね変わった味です。なるとよし、それでは皆様お疲れ様です。本当にねお疲れ様、自分にもお疲れ様。涙出そう。さあいただきますね。あー、この時がねもう現実を忘れる。いただきます。うまい、激冷え。さあ食べていこう。よっしゃ、よし、ちょっとわかめ取りすぎてるぞ。大丈夫か俺。よし、うわちょっと火が強すぎやなこれ。よっしゃ、オッケー、食べてってみましょう。もつ欲しいな。あ、牡蠣あるじゃん、そんなところに。牡蠣、牡蠣ちゃん、ぷっくり牡蠣ちゃん。さあ食べてってみますよ。うまそう。香りはまずはいいですよ。うん、うん、うん、これわかめもうまい。イカの味が生きてますね。めちゃくちゃ煙すぎ。うん、めちゃうまい。イカの味やわ。意外、もつの味がすっげーしてくる。もつの脂もねまとってますからね、ラードがめっちゃ美味しいですよ。うん、これはねこの生わかめの食感もね生きてますね。かきうめ、かきうめ、牡蠣別格のうまさ。全然邪魔してんな。うん、めちゃくちゃやばいこのうまみは。しかも食べ放題ですからね、もうこんなにバカほど作ってるけど今日やばいわこれ。食べちゃいそうですね。やばい、自分が怖くなってくるこれ。牡蠣もうまいし、わかめもうまい。これわかめいいな。これわかめの食感美味しいですよ。これコリコリわかめ最高。あ、牡蠣、うん、たまんねえこれ。磯の香りですね。
ここ牡蠣にオイスターソースいいわ。追いかけ、はあ、またまたおかわりですね。やばい、止まらへん、止まらない自分が怖い。でも全然減ってる気もしない。ちょっと減ってるかな。幸せすぎる、これうめえ、うん、あまたまたおかわりですね。落ちたか今。すごいよこれ、すごいよこれ。焼きそばって案外ねカロリー高いんですよこれ。よっしゃ、いただいちゃいます。うん、でもねあさりどこ行ったんや、アサリどこ行ったの？アサリが見当たる、あ、おった。食べてんのかな？うん、うまい。やばい、やばいよ、ワンちゃんご飯が、炭になってる、チキショー、チキショー、ゆずちゃんごめん、ごめんよ、あずきちゃんもごめん。今日のワンちゃんご飯はね焦がしちゃったんで、前もらったチュルビーとねカリカリ焼き芋になりますね。よっしゃ、ゆず違う、ゆず違う、それゆず、あなたのこっちです。お座り、お座り、まあええや、はい待って、もうええや、いいやいいや、あ預け、ほらおいで、取られまいと、はあ、今日も美味しいご飯が食べれて幸せでしたね。焼きそばはやっぱうまいわ、うますぎた。今日はちょっと焦がしちゃったけど食べるのにちょっと集中しすぎちゃいましたね、はあ、いつもあんな焦げる、え、ゆず、ゆず早っ、もう終わってる、びっくりやわ。あずき師匠も完食です。あー、あずき師匠よかったね、はい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 、じゃあね